まあ、やっぱりこの寮が仕事を辞めて東海丸がもう完全に6人体制になったんですけど、今まで徹也が引っ張ってってみんながじゃあついていくって形だったのがもう横一線になったようなイメージですね。もう全員で協力して一本のものを作ろうっていう意識ができてきたのかなと、みんなが徹也に追いついてきたのかなっていうのはすごい思います。みんな個人チャンネルを作ったことによって東海オンエアメインの動画での発言量がすごくやっぱ増えたな、自分で編集しててすごくそれは気づいたんですよね。例えば亮とか利光とかの喋る量がすごく増えたんで、どっちかというとそのメンバー同士の会話が増えて編集する側もうわーこれどこ使おうみたいな嬉しい悩みができてきてるんで、すごいいい傾向かなとは思ってます。僕今まで夢丸はすげえちゃんとしたやつだと思ったんですよ、東海オンエアの中では。ただ違うわって気づいたんですよね、最近この6年目にして。あいつ寝坊するし車変なところに置きっぱなしにして、ごめん車ないから歩いていくわって言うし、約束したところはすごくちゃんと守るんですけど、あこいつって結構バカなんだ、やっぱり東海オンエアの友達だったんだな夢丸って。僕はその他の5人とはちょっと違うところからメンバーに入った人なんで、夢丸と他のメンバーってどういうふうに昔接してたのかなっていうのがなんとなくイメージできなかった部分もあるんですけど、最近ちょっと分かってきたというか、あ夢丸って多分高校時代もこうだったんだろうなって思っちゃったりしますね。例えば僕の文章の書き方みたいなところが全然変わってないなと思うんですけど、さも僕が正しいかのように文章で言いくるめて、そして最終的には下ネタでオチをつけるみたいなところ全然変わってないなと思いますし、よくこのワンパターンで本になったなと思う部分もありますし、それにかこつけて自分の言いたいことを言わせていただいている感じもあって、そこは僕の中 の僕の好きなところというか、ちょっと痛快な部分もあったりして、こんなひねくれたやつもいるんだなみたいなところを見ていただきたいですね。東海オンエアの動画にも通ずるところなんですけれど、東海オンエアも他にない企画で新しいねって褒めていただけることもあるんですけど、やっぱりそのメンバー同士の掛け合いが面白いねって言われることも多くて、日本語を並べるだけでなんか人が笑ってくれたり感動してくれたりとかいう日本語っていうコンテンツがすごいなと思うんで、まあなんかそれにちょっと触れてくれて日本語おもろいなって思っていただきたいなとは思います。